柴田市、コミュニティバス。柴田市、コミュニティバスは、新潟県柴田市で運行されている、コミュニティバス。本校では、あやめバス、川東コミュニティバスについても記述す。地域住民で構成される、NPO 法人7用が運行を担い、市北東部の火事、菅谷地区と、中心市街地を結んでいる、柴田駅を起点に運行しており、 途中のバス停で乗り換えるフィーダー路線も蹴られているほか、朝の通勤通学時には、市内の高等学校各校へ向かう路線も設けられている。また、小中学生のスクールバスとしての役割も担っている。2018年4月時点では、以下のように運行されている。中心市街地を循環するバスとして、柴田駅前から続く商店街や柴田市役所、よりネス柴田、 大型商業施設、病院などを結ぶ形で運行している。運行は、新潟交通観光バス柴田営業所が担っており、車両は専用塗装の小型バス、親指姫号、一寸防止号のほか、直通便では、柴田市、コミュニティバスや川東コミュニティバスの中型、小型バスが用いられる。2018年4月時点では、以下のように運行されている。 区間均一で1回乗車100円、小中学生50円、未就学時、新商社無料となっており、現金の他回数利用券、口実が利用可能、IC カード付加。あやめバス及び、柴田市、コミュニティバスの車両では、前乗り、前払い方式であり、整理券不要だが、川東込みバスから直通する便では、後乗り、後払い方式であり、整理券が必要となる。 従来の路線バスを再編する形で運行が開始され、市南東部の川東地区と中心市街地を結んでいる。柴田駅を起点に運行しており、途中のバス停で乗り換えるフィーダー路線も設けられいるほか、朝の通勤通学時には市内の高等学校各校へ向かう路線も設けられている。運行は新潟交通観光バス柴田営業所が担っており、 車両は専用塗装の小型バス比のポンチョ1台帯マイクロバス三菱不装、ローザ3台のほか、新潟交通観光バスの路線用、中型バス1台が用いられる。2018年4月時点では、以下のように運行されている。距離に応じて100円、または200円、小学生半額、未就学時、新商社無料となっており、現金の他回数利用券。 口術が利用可能 IC カード付加。整理券を用いた小払い方式であり、乗り継ぎの際には運転士から乗り継ぎ券をもらう。二度は車両は後ろが入り口、前が出口となる。柴田市コミュニティバスでは回数券、当事業における名称は回数利用券を発売している。100円券11枚綴り、1000円と50円券11枚綴り、 500円の2種類があり、組み合わせての使用も可能。カジ、菅谷線、あやめバス、川東コミュニティバスのいずれも使用できる。新潟交通北、現新潟交通観光バス柴田営業所は、柴田市中心部から郊外各方面に至る路線バスを運行しているが、その多くが赤字運営で、柴田市は同社に年間約6、0円の補助金を出資して、 路線を維持してきた、廃止代替バス。しかしマイカー志向が高く、少子化が進むなど利用者は減少の一途をたどっていた。同社の路線は、四北東部の事菅谷地区へも運行されており、朝夕には、スクールバスも運行されていたが、この路線もそもそも廃止代替路線であり、市の補助金が約4、800万円投入されていた。上に運行本数も少なく不便で、他路線同様、 利用者減少に歯止めがかからない状況となっていた。しかし高齢者が多く公共交通を維持することは不可欠であること、さらに市の補助金を削減し、地域の観光資源の開拓を進めたいという観点から2005年7月から市と住民が検討を進めた結果、地元住民が運営主体となる NPO 法人を設立し、道路運送法80条の 福祉バスとして運行することを決定した。こうして、NPO 法人7用が設立され、運行計画を策定。運転経験がある退職者を運転手として雇用し、中型バス五両を使って、市中心部から家事地区を経由して、北部の菅谷地区へ向か路線の運行を2006年10月1日から開始した。また、市は、これとは別に、 市街地を循環する路線の設置を検討してきた。2005年4月にオープンしたイオン・シバタショッピングセンター、現在の4モール・シバタが市街地の顧客の理性を確保するため、シバタ駅発着で市街地を巡回する無料送迎バスを運行したところ、月間約5000名の利用者があることから、市は需要が見込めるとして、この送迎バスの運行体制をもとにした。 コミュニティ路線を設置することを決めた。まず、菅谷地区の路線の一部を、芝田駅到着後に、市街地を循環させる形で運行を開始。2006年11月1日からは、新潟交通北、当時も循環バスの運行に加わり、おおむね30から60分間隔での本格運行を開始した。この循環線の運行開始に伴って、 イオン・柴田 SC の無料送迎バスは運行終了。代替措置として SC 内で商品を購入した乗客にバス回数券100円券2枚イコール往復分、後に1枚イコール片道分のみに変更を申請するサービスを開始した。当初は新潟交通観光バスの中型車両を使用していたが、市がその後循環バス専用の中型車両を新規購入し、 柴田市出身の画家、吹谷工二にちなんで、主に左回り、柴田病院、城北町先回りに使用する車両には、親指姫、右回り、駅前通、西柴田駅先回りに使用する車両には、一寸帽子の差し絵をモチーフにした層が施され、愛称も付与された。2009年4月1日、利用者からの意見や、利用実績などをもとにしたダイヤ改正を実施し、 循環バスは、西芝田駅、住吉町地内の運行経路を変更した。それまで、イオン芝田 SC の利用客は、西芝田駅前でバスを乗降し、徒歩連絡を必要としていたが、この経路変更に伴って、SC 北口に、ジャスコ北口、現在は、イオン北口に改場馬停が新設された。前述のバス回数兼一乗車分のサービスは同日、以降、 ドーバス停の利用者に対してて行われている。このコミュニティバスは国土交通省の公共交通活性化プログラムの指定を受けており、事業には国の補助金が活用された。また、市街地巡環バスは運行開始初年度の2006年から2009年3月末までの2年間、さらに2009年4月から期間を3年間延長し、利用者アンケートに寄せられた意見、 要望等を踏まえつつ、事業姿の見直しを行いながら、計5年間にわたって実証実験を実施した。その結果、2011年10月までの総利用者数は、延べ44万人に上り、市街地循環バスは2012年度から正式事業化し、本格運を開始することが決定した。これに合わせて循環バスに相性を付与することも決定し、 市民及び市内に在勤、在学する近隣市町村在住者を対象に公募を実施した。その結果、愛称は、柴田市の花でもあるあやめにちなんだ、あやめバスに決定し、この愛称の応募者の中から抽選された10名には1万円分の回数利用券が贈呈された。また2012年度から、循環バスの系統名称を、左回り右回りから、利用者にわかりやすい。 内回り外回りに解消した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。